皆さんは、特約付き火災保険には加入されていますか普通の火災保険が火事だけを保障しているのに対して特約付き火災保険は火事以外の台風や水害、豪雪なども保障してくれる保険です。しかし、特約付き火災保険には時効というものがあることをご存知でしょうかこの動画では、 約6分ほどで特約付き火災保険の時効についてわかるようになっています。また、時効によって平均100万円も損をしてしまう可能性があることや、保険申請を成功させるポイントもお伝えしますので、最後までご覧ください。まずはじめに、特約付き火災保険がどのような災害に対応しているのか、その保証範囲を見ていきましょう。 火災、土砂崩れ、水災、台風などの風災、落雷、雪災、爆発、地震保険に入っていれば地震も。また、具体的な被害箇所としては、屋根瓦の破損、フェンスの破損、雨どいの歪み、外壁の亀裂、カーポートのへこみ、雨漏りによる天井の傷、エアコンの室外機の破損などがあります。 特約付き火災保険の時効とは、保険金請求権の消滅期間のことを指します。火災や災害が発生してから一定期間内に保険金を請求しなければなりません。火災保険の時効は、東日本大震災のような大災害を除いて、一般的には3年間となっています。つまり、3年以内に保険金を請求しなければ、せっかくの請求権が消滅してしまうのです。 特約付き火災保険の事項によって、平均100万円もの損失を被ることになりますとお伝えしていますが、この100万円という数字は、一般的な一戸建てに支払われた保険金の平均金額を指しています。せっかく、高い保険料を払っているのですから被害があった場合は、保険金を受け取るのは当然の権利だと言えるでしょう。ちなみに、 保険会社の方から保険申請した方がいいですよ。と言ってくることはありません。あくまでも保険に入っている人が自ら保険申請をすることが前提となっているからです。火災保険は3年で時効になりますが、逆を言いますと、今から3年以内に台風や洪水。 豪雪や地震などの自然災害があった県にお住まいの方は今からでも保険申請は可能だということです。あなたの住んでいる県は大丈夫でしたかここ3年間を振り返って災害がなかったか思い出してみてください。不幸にも災害にあった場合、保険会社に保険申請の連絡をします。 その際に保険金請求に必要な事故内容報告書、被害箇所がわかる写真、修理見積書などを用意します。ポイント1。まず最初に大切なのが事故内容報告書というものです。いつ、どんな災害で、こんな被害がありました。ということを保険会社に提示しなければなりません。でも、 3年も前だと具体的にどんな災害があったかと言える人は少ないでしょう。そこで役立つのが専門家の気象データや診断になってきます。ポイント2。次に被害箇所がわかる写真も保険申請する際には欠かせないものです。しかし、個人の方が屋根に登って撮影する行為は大変危険です。 最近ではドローンを使って被害箇所を撮ってくれる専門家もいるので、そちらの方が安全で的確な写真が撮れると思われます。ポイント3。最後は修理見積書というものですが、これは今回の被害を直すために、いくらぐらいの費用がかかるのかを公務店や専門家に依頼して金額を出してもらうものです。実は、 この金額をもとに保険会社が適正かどうかを判断するので根拠のない金額は却下されたり値引きの対象になります。また安すぎてもあなたに降りる保険金の額が下がってしまうので専門家による適正な見積もり書が必要になります。火災保険申請で降りる金額は個人の1戸建てで平均100万円。 大きな旅館や工場などは平均1000万円にもなります。火災保険の時効によって、高額の保険金の損失を被ることがあるため、しっかりとした対応が必要です。そのためには、素人目では気がつかない被害を、くまなく見つけ出してくれる専門家に任せる方法もあります。必要書類作成や写真撮影までやってくれるので、 あなたはそれらを保険会社に郵送するだけです。この動画の概要欄に詳細ページを載せておきました。せっかく火災保険に入っているのならば、有効に活用したいですよね。まずは申請可能かどうか、無料調査だけでも受けてみることをお勧めします。最後までご視聴ありがとうございました。もしも、お役に立てましたら、いいねやシェアをよろしくお願いいたします。